キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美実です私はジェネシスジャパンそしてラブクリエーションという2つの創造論団体の会長をしていますまた水戸第一聖書バプテスト教会の牧師をしています今日は創造の第5日に作られた動物の中から空を飛ぶ動物の一つ 昆虫ですね昆虫の中の特に蝶について考えてみたいと思います腸は様々な不思議な性質を持っている昆虫ですので期待して共に考えてみたいと思います 皆さんは蝶を捕まえたことがありますか蝶はおそらく捕まえやすい昆虫の一つですねそんなに早く飛ぶわけではありません、えー、特に網を持って捕まえようとすると比較的簡単に捕まえられる昆虫だと思います皆さんはどんな蝶が好きでしょうか蝶にはモンシロ蝶とかシジミ蝶とかアゲハ蝶とか様々な蝶がいます そして皆さんが腸を捕まえる時にですね何か気になることってありますか私は腸を捕まえるとその手に粉がつくわけですよね。そそそししてて手を見るとそのののの模様のそっくりり粉がついてたりしますでこれが腸の特徴でもあるんですね。 この粉のように見えるもの実は本当に小さな鱗ですですから日本語ではこれを輪粉ンンというんですね鱗の粉というふうに書きますで腸の分類ですけれども分類学的にこの腸は輪脂目という分類をされてきましたこの輪脂っていうのは鱗に 鱗のある羽っていう意味ですね。臨死目。最近の分類ではですね。長木っていう風な分類も見かけるようになりました。むしろこれからの時代は彫木という分類が主流になっていくかと思います。この分類について最初にちょっとだけお話ししたいと思います。けれども。この分類を。 何に基づいて分類するかというのが大切なポイントになってきます。分類学の父と呼ばれるリンネという人がいます。カール・フォン・リンネという人ですね。18世紀の人です。それはこの写真の人なんですけれども、リンネはさまざまな動物や植物の分類を考えた人です。で、えー、リンネは ここの世界は創造主によってて作られたとということを信じていましたそして創世紀の一生に種類に従って作られたということが書いてあるのでリンネは天地創造の時にどういう種類の動物たちが作られたんだろうかっていう視点でこの世界の動物たちを分類していったんですね。そししてリンネが着目したのは そのの動物の形態とかどういうところが似ていてどういうところが異なっているのかそれによって動物のグループを分けをし、えー、例えば犬の仲間とか猫の仲仲間間ととかか猫そういうふういいふに分類していったわけですね猫は最初は種類に従って作られた一つの祖先犬も一つの祖先がいてそこから分かれてきたというふうにですね このような、えー、どのように分かれてきたかっていうことはこれまで何度もお話ししてきました。で、えー、この臨死木が彫目と呼ばれるようになった理由は何かっていうことを考えていきたいと思うんですけれどもそれは最初は輪廻がその形態に基づいて分類をしたわけですけれども最近は 19世紀に進化論というのが出てきてチャールズ・ダーウィンが進化論を提唱したことによって人々を、まあ、進化論を信じる人々ですね進化論を信じる人たちはこの世界の動物や植物が進化してきた順序で分類するのが正しいんではないかそういうふうに考えるようになったわけですね。 輪廻は聖書に基づいて分類しましたこれに対して最近の分類法は進化論に基づいて分類するようになっていますということは進化論っていうのは絶対に正しい実際に起こった歴史でしょうかそうではないんですねダーウィンが推測したものですまた多くの科学者たちが おそらく正しいんではないかと推測していることですでもその証拠はありません誰一人動物が進化するのを見たことがありません植物が進化するのを見たことがありません誰一人猿のようなものが人間の子供を産んだというのを見たことがありませんでもそれを信じているのが進化論ということですねで このような進化論に基づく分類法を系統分類といいううふうに言いますそしてこの蝶目っていうことだと、まあ、蝶の仲間だなっていうことが分かると思うんですけれどもこれを例えば犬はどういうふうに分類されるかというと猫目犬かというふうに分類されます。聖書的に考えると 猫の仲間と犬の仲間は全く違う種類として作られているわけですけれども進化論によると猫も犬も祖先は同じということになるわけですねですから猫目犬かというふうに分類されますではチンパンジーはどうでしょうかチンパンジーはサ猿目の中に分類されます それは当然ですねチンパンジーだからサル目でいいと思います。その次にサル目ヒト科二分の一されるわけですね。そしてその後にチンパンジー族っていうふうになるわけですもちろんサル目ヒト科ヒト属っていうのも出てくるわけですね。ということはどうでしょうか。サル目サルの仲間なんだなっていうようなイメージがあると思いますね。 その次に人かってくると今度は人の仲間なんだそして今度チンパンジー族っていうとあ,あそうかチンパンジーと人は非常に近くてチンパンジーは人とほとんど変わらないんだなそういうようなイメージができるのではないかと思いますねこの分類法っていうのは実は非常に、えー 問題がある分類そういうふういいふに言えると思いますねそれはなぜならその分類の仕方によって人々にこれはこういうものですよっていうイメージをつけることができるからですね具体的に言えばチンパンパジーも人もほとんんど変わりませんよ人は猿から進化してきたものですよっていうようなイメージを一般の人たちは持つんではないかと思いますね。 皆さんは自分のことを考えてどうですか。あなたはサルモク人かですよ。サルモク人かチンパンジー族もいれば。サルモク人かゴリラ族もいれば。サルモク人か人族もいれば。そういうふうに言われたらどうですか。皆さんはサルの仲間でしょうか。進化論を信じている人たちにとってみれば。あ、そうなんだと。 すぐに納得できるものだと思いますねでも聖書の創造を信じている人はアダムといえば最初の人ですねこれは創造主によって特別に命の息を吹き込まれて作られた存在です猿とは全く違う存在ですね猿は人より前に作られていますのの獣の一つとしてですね 創造の第6日に作られているわけですしかし人は全ての創造が終わった後にこの世界を管理するそういう力を備えたものとして作り主からの祝福を受けて作られたものですね。進化論を信じるならば創造主は必要ありません創造主はいなくてもこの世界はできたという考え方に基づいていますからでも 聖書を信じるならば、人と猿は全く違う存在であるっていうことですね。ですから、このような猿目人かチンパンジー族とか猿目人か人族とかこういう分類方法っていうのは聖書から見たらナンセンスな分類なわけですね。逆に進化論を信じている人たちから見たら 想像を信じる立場からの分類がナンセンスに思えてしまうっていうことですねここが難しいところです皆さんがこれからいろいろな動物や植物の分類を見るときに進化論に基づいて分類されたものを見る機会がどんどん多くなっていくと思いますねそのときによく注意して、えー、例えば猿目っていうところにを見ると まるで進進化化ししししててててききたたよよううううにに思思っっままわわけけででですすね人がも古い分類方法に目を留めるならその形態とか、えー、特徴で分類されていますので私たちはその形態とか特徴で分類された方法を目に留めてですねいくことがとても大切ではないかそう思います。周りの人たちからはそんな古い分類法と言われる時代が来るかもしれません。 でもそちらの方が聖書に基づいた分類であるっていうことを心ここに留めていただきたいと思います。それでは今度は蝶の話に入っていきたいと思います。この写真の蝶を皆さん見たことがありますかこれはクジャクと呼ばれる蝶ですこの蝶の羽の部分を拡大していきたいと思います。いかがでしょうか 右の羽の下の方が拡大されてでこれで少し微妙にですけれどもリンプンが一つ一つ見えてくるのではないかと思いますねちょっとわかりにくいですけれどもさらに拡大したいと思いますどうでしょうかこれを見るとあなるほど鱗だなっていうふうに思うのではないかと思いますねこれは光学顕微鏡で えー、拡大した写真ですけれども今度は電子顕微鏡での拡大を見てみたいと思いますこれは50倍の、えー、羽の写真ですねいかがでしょうか鱗がびっしり、えー、羽の上に生えているんだっていうのがわかるのではないかと思いますねでもこれを皆さんが手で触ると粉とか毛のようにしか感じないですから えー、実際にあの腸を触って、あ、粉がついているな程度にしか思わないかもしれないですけれども、実はこれから見ていくとわかるように、このリン粉一枚一枚も非常に素晴らしい構造をしています。さらに拡大してみますね。どうでしょうか。一枚一枚の形がさらにはっきりわかると思います。次の え写真はリンプの1枚を拡大したものですこのリンプン1枚見ると縦に筋が入っているのがよくわかりますよねなぜこのような筋が入っているのでしょうかこの隙間のところはどうなっているのでしょうかそれはさらに拡大するとわかりますこの写真は1000倍ですけれども次に5000倍に拡大したいと思いますどうでしょうか 皆さんは鱗粉ンン目,目に見ると粉のようにしか見えない鱗粉ンンが実はこのような形をしているっていうことを知っていたでしょうかそのうろこのような形の一枚一枚には縦に筋がたくさん入っていて筋と筋の間にはスペースがあってそのスペースには棚のようにびっしり横のたくさんの小部屋が。 できているのがわかると思いますで、このたくさんの小部屋の間は空気が詰まるわけですねということはどういうことかって言うとリンプン1枚1枚はたくさんの空気を含んでいるっていうことですもしこれが空気を含んでいないで、えー、びっしりこうぎゅうぎゅう詰めだったとしたらどうなるでしょうか そのリ粉が一枚一枚がとても重たくなるわけですね私たちからしたらものすごく軽いでしょうけれどもそれはちょうど小麦粉を一粒一粒を触っているような感じだと思いますねですから、えー、私たちにしてみれば重さを感じないわけですけれどもでも小麦粉も例えばたくさん集まれば重くなりますよね リン粉もたくさん集まれば当然重くなるわけです。でこのリン粉一枚一枚がこの空気が全くないでぎっしり詰まってたとしたら、たくさん集まったらそれだけ重くなるということを想像するのに固くないと思いますね。例えば皆さんが風船を膨らませて、そしてそれを 部屋中に敷き詰めたとしたどうでしょうかその風船全体としても部屋全体を占めていても風船の重さっていうのは非常に軽いわけですよねその全ての風船の重さですねでも今度は風船が、えー、空気が詰まってるんじゃなくて中までずっとゴムだったらどうでしょうか例えばスーパーボールのようなものを 床一面敷き詰めたとしますねそうするとそれが風船と同じだけの傘があったとしたらおそらく私たちはそれを一人で持ち上げることはできないと思います。でも風船だったらそれだけの量が大きさがあっても、えー、一人で持ち上げることができるわけですね。そののよよううにここはは実がはが軽く飛ぶことができるような 特別な構造をしているっていうことですね、えー、こちらは鱗粉ンンが取れたまあついているものと取れたものとの写真ですねカラーですけれどもいかがでしょうか一つ一つの鱗粉ンンはまるで鳥の羽のようにですね、えー、なっていてしかもその縦の筋と筋の間には空気がたくさん詰まっている とということですねそのようにして、えー、腸は軽く生きることができるわけですさてこれは、えー、クジャクチョウの幼虫ですちょっと私たちは触りたくないなっていう感じですねトゲがあってでこのクジャク腸の幼虫がさなぎになってまた成虫になっていくことを変態というふうに言います。で えー、この写真はクジャクチョウがクジャクの幼虫がさなぎになっていく様子を写したものですね左上から右に123と進んでいきますそして中段の左からまた右に進んでいきますそして最後に下段の左から右に進んでいくわけですねでこのようにして えー、幼虫は蛹になるわけですね。で不思議なことは皆さんこの幼虫が蛹になった時その蛹の中では何が起こっているかっていうことを知っているでしょうか幼虫の時に持っていた組織が全部溶かされてしまうんですね。そして 全く新しいものが再生するわけです。そして、えー、幼虫の時とは全く違った体が腸として、えー、作られるわけですね。蛹の中で不思議だと思いませんか。これが、えー、クジャク腸の蛹ですね。この蛹の中で。 幼虫の体は分解されて、そしてドロドロのスープのようになってしまいます。そのような状態からまた腸の形に姿が形作られるわけですね。皆さんは非常に不思議だと思いませんか私はまさかそんなスープ状になるとは思っていなかったので、この話を聞いたときにびっくりしました。 このような変態っていうのは進化論かから考えるととどういうういことでしょうか日本では進化論が教えられているために多くの人たちは全ては進化して出現したんだなっていうことを信じているわけですけれどもでも例えばこの腸の進化っていうことを考えてみたいと思うんですね。 蝶はいつから羽を広げて飛べるよううに変わったんでしょうかかつて蝶の祖先は芋虫としてですねずっと芋虫の世代を繰り返していたそう進化論的に考えると考えることができるわけですね。である時何百年何千年たったか分かりませんある時芋虫はさなぎに進化する イモムシが突然現れましたで、このサナギに進化したらそれはもしそういうことが起こったとしたらですけれどもとてもすごいことですよねでも問題はサナギは食べることも飲むこともできないわけですたとえサナギになったとしてもそれで死んでしまうわけですねどんなに 芋虫がさなぎに変化する能力を身につけたとしてもそれだけでは何の役にも立ちませんもう腸からさなぎになるときには実はその後酵素によってその組織が分解されて溶かされてスープ状になってそのスープ状のものから新しい成虫の体が作られるというプログラムが最初から 備わっていなければそしてそのさなぎのまあ殻を破ってですね出てくるそういうようなプログラムが最初からなされていなければこの芋虫はたとえさなぎになったとしても死んでしまうわけですね。ということは進化して少しずつ少しずつ長い年月をかけてその 能力変化する能力を身につけてきたっていうような考え方、それは成り立たないっていうことですね。サナギから出てきた蝶、えー、はですね、ただ形だけが蝶になっていてもダメです。その蝶はきちんと飛ぶ能力を持っていないとダメなわけですね。飛ぶ能力を持っているというのはどういうことかっていうと、体が軽くなくてはいけません。 先ほどお話ししたリンプンがたくさんの隙間があってそして空気をたくさん含んでいてリンプン自体がとても軽いそういうような構造をイモムシの時には持っていないわけですよね。イモムシの時とは全く違う構造羽があり足は6本でイモムシはたくさん足を持っていますけれどもそして触覚があり。 そして、えー、花の蜜を吸う管がついていてそういった全く違う形態の蝶、えー、が最初からプログラムされていなければとても、えー、進化論が言うように徐々に徐々にそういう新しい形質を身につけていったっていうようなことはできないわけですよね。ですから腸が、えー、卵が卵、えー 芋虫になり芋虫がサナギになりサナギが成虫になりこういった一連の出来事は進化論ではどうやってできてきたのか説明ができないわけです。逆に聖書が教えているように偉大な創造主ですね全能の力と全てを知っている全知の存在である創造主がいるならば前回お話ししましたけれどもこの宇宙一の 科学者と言ってもいい創造師がおられるならばこの蝶をそのような不思議な変態をする昆虫として作ることはできるわけですねさて次の写真はこれは成虫になったクジャクチですねちなみにこれは御武さんで捉えた写真だそうですけれども 後ろの黄色い花は宮間秋のキリン草という花だそうです西洋のキリスト教文化ではこの蝶の、えー、羽化ですねこれが復活に例えられることがあるいは復活を象徴していると考えられることがよくあります聖書の中では蝶を復活の象徴に見ることは全くありませんけれども ただその腸が、えー、まあ幼虫がですね腸の幼虫が、えー、やがてさなぎになることこれは死んだ状態をと非常に似ているっていうことですね。でそれはちょうど、えー、地上での障害をイエス様が過ごされてそして十字架にかかって、えー、墓の中に埋められてまあ雨布で巻かれてですね でそういう状態がちょうどさなぎの状態に似ているっていうことですねそして、えー、墓の中から3日後によみがえってそして、えー、今度は素晴らしいその新しい体ですねそれをいただいて、えー、よみがえられたそれがちょうど羽が美しい蝶がですね 新しい能力ですね飛ぶ力とかそういった能力を持って生まれてくるちょうどそのようにキリストも新しい体で今度は死ぬことのない体ですね私たちの肉体とは違う体でよみがえられているそういうようなことの象徴として蝶が用いられてきました。また私た私ちにに例例ええて人間に例えるならば 私たちもそのように蝶が浮かしてそして素晴らしく羽ばたくように私たちもそのように羽ばたくんだそのように説明されてきたわけですねただもちろん、えー、聖書にそう,いうそう書いてあるわけですからこう例えるのが適切かどうかは別ですけれどもそのように蝶、えー、と復活を関連づけて考える人たちもいるっていうことを 頭の隅に入れておいていただけたらいいかなと思います。次に、えー、渡りをする蝶ですね。渡り鳥っていうのは皆さんあのよく聞くと思いますけれども、蝶の中には渡りをする蝶がいます。その代表格がオ,オカバマダラっていう蝶ですね。体長は4～5センチです。で、えー、その体重ですけれども0.5グラム。 皆さん今度0 5ムを測っていただいたらいいかと思いますけれどもどれぐらいの重さかっていうことですね。で、えー、このオオカバマダラには先ほども話しましたけれどもリンプンがついているわけですね。この1匹の蝶についているリンプンの数が約140万枚。 140万っていう数字は頭でででななななかかか想像できいい数数字字もしれないですね数字としては分かりますけれどももうとにかく数えきれないぐらいたくさんの鱗がついてるんだなっていうのは想像することができると思います。でこのオオカバマダラは日本にも時々やってくることがあるんですけれどもでも日本は本来本 飛んでくるコースとは違っていて風やいろいろなもので吹き飛ばされて流されてくることがあるわけですねそういう時に私たちはこれを迷いと言いとます本来通るコースではなくて迷っっててそここに来てしまったとっいうことですねで北アメリカに住んでいるオ川カバマダラはカナダの南部かなり緯度の高い地域に住んでいるわけですけれども そこから、えー、メキシコの方まで、えー、移動しますだいたい5000キロぐらいの旅をするわけですね南下するときは一気に1世代で下っていくんですけれども、えー、カナダの南部からメキシコの方とかグアテマラとかそっちの方まで飛んでいくわけですねで、今度北上するときは、えー 3 4世代で,すです、ね、変わりまあ途中まで行ってそ,のそこで次の世代にが生まれて次の世代が育ってその次の世代がまた北上しまたそれが死んでまた次の世代が北上する、まあ、こういうことを繰り返して元のところに戻ってくるそういうような生活をしています。で、えー、この渡りをする蝶の、えー 大カバマダラですけれども、どれぐらいの速度で飛んでいくかというと、特に追い風の時は時速50キロぐらいで飛んでいくっていうことも観測されています。皆さんはどんなに頑張ったって時速50キロは出せないわけですけどから、かなりの速さで鳥が飛んでいくんだなっていうことを想像できると思いますね。しかも記録によると16時間ノンストップで。 600キロ以上飛び続けた、そういう記録もあります。私たちがどんなに頑張ったって600キロ走るっていうことは難しいと思いますよね。でも蝶はそういう素晴らしい能力を持っているっていうことです。でこのオオカバマダラは中高生昼の間活動する蝶々ですので、えー、夜間は飛びません。 で中夜は休んでそして昼また飛び続けるわけですね。で、えー、アメリカのカナダの南部からメキシコあるいはカリフォルニアの辺りまでの5,000キロを約8週間から10週間かけて飛んでいきます。で皆さんはえー 例えば飛ぶ能力があったとしてもですねどっちに飛んでいったら南なんだろうどっちに飛んでいったら北なんだろうっていうことをどのようにして判断しますかおそらく皆さんがにとって最も簡単な方法っていうのは太陽を見ることだと思いますね太陽が昇ってきたときに太陽がどこにあるかで太陽が昇ってきたときにあこっちが大体東だな ということが分かるわけですよねしかも例えば、えー、4月の初めの頃あるいは3月の終わりの頃ですね、まあ、具体的には春分の日であれば春分の日に近ければ近いほど朝の6時に太陽がどこにあるかで、えー、あここが東だっていうのが分かるわけですね。また太陽が最も高く昇った位置。 それが南ですですからあ、今太陽が一番高いところにあるから南はこっちだっていうのを推測することができると思いますね実は蝶々はそのような能力も持っていると考えられていますさらにそれだけではなくて蝶には磁場を感じるセンサーのようなものがあるのではないか そういうふういいふに推測されています頭の部分と胸の部分にそういうセンサーがあってそしてそれによって、えー、どっちの方向に飛んでいったらいいのかっていうことが分かるそういうふうに考えられているんですね。でこの、えー、磁場を感じる力ともう一つ太陽の位置から自分がどっちの方に向かっているのかを知る能力ですね。あるいは 地球上のだいたいどのあたりに自分はいるのかっていうのを知る能力ですねこれが蝶には特別な能力として与えられているのではないかそういうふうに考えられていますたとえ太陽が直接見えなくてもですね曇りの日でもその雲を通して来る光でですね それでこの太陽の位置を正確にすることができるとも考えられています聖書には創造主の知恵がいかに素晴らしいかということが様々な形で書かれているわけですけれどもこの最初の2章3節にはこうありますこのキリストには知恵と知識の宝がすべて隠されているキリストが このすべての知恵と知識を持っているっていうことですね腸がどのようにして、えー、幼虫からさなぎになってそのさなぎの中でスープ状になってそれが成虫として、えー、形作られてそして生まれてくるのかそれをご存知なのはキリストですまたそれを最初に形作ったのも 計画されたのも、えー、作り主ですね。で、この「創造主がおられるっていうことを知ることはとても大切だと思います。「イザヤ書」の45章を見るとやがて全ての人これまで生きてきた全ての人が主の前に出て創造主の前に出て創造主がいるんだっていうことを 認めるる日がが来るとといいうことが書いてありますイザヤ書の45章の2324を読みますと「私は自分にかけて誓った」「私の口から出る言葉は正しく」この「私」っていうのは創造主ご自身のことですね「私の口から出る言葉は正しく」「取り消すことはできない」「すべての膝は私に向かって鏡」 とありますこの全ての膝っていうのは世のの始ままりから生まれた全ての人ですねその人たちの膝は鏡創造主の前にひざまずいてそして何て言うかというと全ての人は近い私についてただ主にだけ正義と力があるという全ての人は創造主を目の前にしてこの方が創造主であって すべての世界と私たちを作られたんだ。この方がこそ正義なんだっていうことを認める時が来るっていうことですね。すべての人は創造主の前によみがえらされて立ちます。そしてすべての人は創造主を認めます。しかしもし創造主を信じなかった人はどうでしょうか。こう書いてあります。 主に向かっててきり立つ者は皆主の元に来て恥じいるこの人たちはイエス・キリストを信じずこの世界が作られたことを信じなかったので地獄に行かなななけければならないわけですね今はこの世界にあってこの世にあってこの例えば蝶を見てその不思議を見てここに創造主の知恵と知識が隠されていると知って。 そして創造主がおられる聖書に書かれていることが正しいんだということを知ってキリストの救いを信じる人はこの創造主の前に立つ時にあなたたちは永遠の御国に入れられる創造主と共に永遠を過ごすんだそういうふうに言われるわけですね。それに対して創造主を信じなかった人た人ちは 知っていながら本当は心の中では創造主がおられることを知っていながら信じなかったので裁かれるわけですぜひ、えー、皆さん創造主を知らない人たちにこの世界の素晴らしさを伝えこれが偶然に進化してできるわけがないよねということを伝えていただきたいと思います。